手のひらの上に乗っけるっていう。絶対次はボロボロっていっちゃう。シリコンの型に、はい、素材をベースを詰め込んで、ペロッ。日にちが経つとね、固まると思うんですけどね。あ、可愛くできた。綺麗。これは豚じゃないよね、クマだよね。クマだよね。はい、ね。多分1日ぐらい経つと、風乾させるとお菓子っぽくなると思います。じゃあ1個ぐらい取り出して手のひらの上で水どうしようかな。水どこにかけよう。特に料理はないんですけど、霧吹きでやった方がいいかな。シュッシュッてやってみる。崩れちゃった。崩れちゃいました。あ、まだちょっと固まってなかったな。でもどっちにしろもうこの時間内にやるしかないので、はい、うん、じゃあでシュシュって水を加えるとどう？あ、冷たいです。吸熱反応って感じする？はい、はい、シュシュしてるし、うん、まあ、口の中だとねこれがヒヤッとするっていう、ラムネがねヒヤッとするのはこういう理屈があってことね。発泡してる？はい、ここら辺も、うん、発泡してるんでね、はい、じゃあこれで一回でいいですか？シュシュッ、シュシュッ、うん、たっぷりでいいよ。シュワってなる。ひんやり。ひんやりしてるのはある、うん、すごいひんやり。口の中だとね、これがヒヤッとするのはこういう。あ、冷たさを感じる。すごい冷たい。はい、ね、きっとね、ペロッと舐めると酸っぱい味がすると思うんだよね。まあ消毒したからいいでしょう。ペロッ。はい、てへペロってやつね。はい、あ、酸っぱい。